はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、ミザさん、ヒマグナハイランダーってどうですかっていうコメントがあったんで、ちょっと今回はそこら辺について俺の中の所感みたいのを喋っていきたいなというふうに思っております。まあヒマグナハイランダー、ハイランダーっていうのがこの支配の天秤を用いて全ての武器が異なってた時に攻撃とダメ上限が上がりますよっていうこの装備を使っていくっていう編成なんだけども、まあ火属性のマグナ編成は火のマグナの武器として例えばだけど、ブラフマンシミターだとか、例えばだけど夏のカゲロウとか、例えばオールドエッケザックスとか、法人武器で結構魅力的なやつが多いんだよね。そうだから、ハイランダー編成どうですかっていう風に思うっていう話なんだけど、個人的にはなしではないと思ってて、かなりいい寄りの、良い寄りのありだと思ってる、っていう感じなんですけど、その理由をちょっと今回説明しながら、95ヘル想定だね。俺は95ヘルですごいヒマグナハイランダーいいなって思ってるんだけど、最終エッセル採用型ヒマグナハイランダーの個人的にいいなと思ったところを紹介していきます。はい。で、古戦場の95ヘルを想定すると、最終エッセル採用型の編成っていうのがすごい出てくるんですよ。そう、なんでかっていうと、エッセルの4アビがとんでもなく強いから、最終エッセルを採用して、でアビリティのポチ数を最小限にして、そのエッセルの4アビだけを活かして動いた方がダメージ的に高くなりやすいんだよね。そうだから基本的に、例えば戦場3本4本ありますよみたいな感じの状況じゃない限りは、多分エッセルを軸にして95ヘルは考えた方がいいと思ってるんだけど、で95ヘルの HP が約 1.3 億なんだよね。約 1.3 億で、エッセルの4アビを使うと、準備に準備を重ねたら、大体、7,000-8,000万はダメージ出るんだよね。もう頑張れば1億とか出ると思うんだけど、適当にやったとしても7,000-8,000万ぐらいのダメージは出るよっていうような状態になってる。で、7,000-8,000万っていうと、敵の HP の 50% より前からぶっ飛ばせるんですよ。そう。で、最近の古戦場の95ヘルって HP50% になったらデバフが消滅したりするんだけど、エッセルを採用してると、そこら辺のデバフの消去の前から HP0% までボーンってぶっ飛ばせるんだよね。そう。だからその分、エッセルの方が、その時間的なゆとりとかができやすいっていうような感じになってますね。で、だからキャラクターはそこら辺に特化したものとなってます。で、1番目、2番手なんだけど、2番手はユエル。ユエルはね、ニアビがすごい魅力的な性能をしてて、この翡翠撃効果。結構ユエルはスタメン寄りかなといったような感じ。ユエルの枠はいろいろ枠がある。例えばだけど、十賢者のアラナンとか、シバとか、あとはメーテラとかだね。あとはヒメーテラとか、そこら辺をこう好き勝手に入れ替えていくよっていう感じになると思うんだけど、俺はね、ユエルがすごい安定してると思ってる。で、かなり守護寄りにしたいっていうんだったら、攻撃力を伸ばすのではなく、完全守護のジークフリートとかも個人的にはありだと思ってます。はい。今回はちょっとユエルで試してみよう。で、エッセルが肝だね。エッセルが肝。で、アニラはね、ヒマグナだったら火力伸びるから好き。ヒマグナだったら火力伸びるから好きっていうところで、僕はアニラは好きな部類です。はい。で、武器がこんな感じだな。武器はね、正直いろいろあるんだけど、週末が欲しいですね。4凸でいいよ。今回、俺、これね、こういうことすると5万人からコメントもらうんだけど、ミザさん、週末5凸だからな。参考にならないんだよな。って言われるんだけど、今回はね、そこら辺に配慮してね、週末が排水になってますので、はい。効果ゼロ。安心。ダメージ食らわないので、排水ゼロ。安心。で、第2スキルの通常ダメージ上限がついてるんですよ。で、これが欲しい。そう、これが大事なんですよ。これが肝要。だから、週末の通常上限を頑張ってつけていくっていうような感じですね。で、あとは、ダメ上限を伸ばしてるな。今回の編成だったら。で、小岩石は、こんな感じにしてるんですけど、使うのは、火のカーバンクルと、あとこれ、無凸でいいです。無凸フレイと、あと3ですね。この右下のやつは、ミカエルとかあるんだったら、ミカエルあるんだったら、ミカエルが一番いい。このミカエルあるんだったら、ミカエルが、無凸でも一番よくて、結局、石の枠として使わないんだよね。ほぼ使わない。敵の特殊技が痛いよってんだったら、例えばだけど、グリームニルとかにして、道中のダメージを抑えに行ったりとかもするんですよ。例えば、グリームニルとか、補助系の石とかを入れる枠になってる。フリー枠っていう話だな。ダメを伸ばしたいんだったら、ミカエルになると思います。はい。で、なんだっけ。こんな感じだな。で、3は採集してなくても最悪問題ねえ。結局使うの最後のターンだから。結局使うの最後のターンなんで、もし、どうしてもできねえってなったら、もう3は、
強化 してなくても使うんで問題ないですっていう感じだね。で、まあちょっと実際にどんな感じの動きになるのか言ってみようか。で、まあ多分ね、火力が、まあ装備にもよるんだけど、火力が足りなくて、おそらくだけど、奥義を打つことになると思いますね。まあ奥義打たないと火力が足りねえみたいなことがあると思うんで、まあちょっとそこら辺は、まあ人によると思うけどね、ここら辺は。まあ大体ここら辺、まあこれで、多分スターダストもね、エッセル使うと綺麗になると思うんだよね。で、俺が今回使いたいなって思ってるのが、コロッサス召喚。これで防御ダウンするんですよ。これで防御ダウンして、ミゼラブルミストで防御ダウンして、まあおそらくグラビティは敵の特殊技、ダメージが痛いから、敵の特殊技を遅延するためにグラビティ入れると思うんだよね。で、これでミゼラブルミスト、アニラ1アビ、コロッサス召喚で防御加減いってるんですよ。だからその分主人公のここのメインのアビリティフリーにできる。で、俺はね、フレアセイバー使うと思う。うん、フレアセイバー使うと安心です。で、こうするとどうなるのかっていうと、奥義使うじゃん。主人公が奥義使って、で、エッセルが TA 確定するじゃん。こうすることによって、主人公が奥義を打った後、エッセルが2ターン目に奥義を打てる。つまりターンチェインの状況を作れるんだよね。このターンチェインの状況を作れると、硬直が極力減るから、戦いやすくなるんですよ。なんつうかな。まあ、奥義がずれるんだよね。そう、奥義がずれることによって、早くなる。結果的に早くなるんだよな。まあ、よくわかんないって人は結果的に早くなると思ってくれ。で、これで10ターン、10ターン目付近まで、バフターンまでちょっと殴り続けます。今回連撃運悪いな。今回連撃運悪いんであれなんですけど。まあ、ここで残り2ターンまで殴り続ける。まあ、ここら辺に関してはティアマトマリスの動き、ティアマトマリス動画とか説明した時に、言ったんですけれども、まあ、大体ここで残り3ターン、あと1ターンですね。よいしょ。まあ、アニラの3秒上がり次第打って、で、ここで残り2ターン。ここから始めます。で、火のカーバンクル。火のカーバンクル。で、まあ、なんだっけ。ユエルのニアビか。ユエルのニアビ、殴り。はい。で、フレイ召喚。3アビ、2アビ、あたり適当に使う。まあ、1アビも使う。よいしょ。これで、最終ターンにエッセル4アビと主人公のドラゴンブレイクを使って終わりっていう、まあ、これが魔法戦士の王道の動きだよね。王道の動きになってるんだけど、じゃあ、これがハイランダー編成だとどのような影響を及ぼすのかっていうと、道中のダメージがダメージ上限、おそらく敵の防御力が高くてダメージの上限にいかないんですよ。なんだけど、最終的なここのダメージ、エッセルの4アビって攻撃力が 280% 上がるのね。 280% 上がるからめちゃくちゃ上がる。要するに減衰出るんだよ。ちょっと殴ろうか。ここでこんな感じでもう安定して減衰出るんだよね。これはもう装備が適当でも大体こんぐらいのダメは出るっていうような状況になってる。これになってると8900万、ここのダメージの上限が出てますよっていうダメージの時にハイランダー編成はここのダメージの上限が伸びるんだよね。こうなると敵の HP の 50%、 さっき言ったじゃん、 50% 前からぶっ飛ばしたいっていう話なんだけど、この 50% 前までのレンジがすげえ広がるんですよ。で、まあ、今回与えた実ダメージが 1.6 億、今の動きでね。今の動きで大体 1.6 億ほどになってるんですけれども、まあ、こちらの方になってると、まあ、敵の防御力換算すると、まあ、大体 1.3 億ぐらいかな。わかんないけど、まあ、適当超えたけど。まあ、1.6 億ぐらいでしたら、まあ、1.3 億ぐらいは出るだろうっていう感じなんだが、まあ、最終的なダメージの部分では、まあ、おそらく8000万、9000万っていうのは安定して出せる。ということは、HP55%、57% あたりから、AAA で始まってぶっ飛ばせるから、その、ぶっ飛ばすターンに対してのゆとりがあるんだよ。これがあるのが、ハイランダー編成は強いと思ってて、95Hz はそこが強い。うん。そうすることによって、そのダメージの上限の遊びの幅が広がるから、動き的に多少火力が出せていなくてもいいし、遊びの幅ができるから、うん、楽なんですよ。はい。ということで、まあ、個人的に火のマグナのハイランダー編成は、特にエッセル採用型だったらありだと思ってて、まあ、もしちょっと気になってるよっていう人だったら、まあ、こんなかん、まあ、この形が割と丸いかな。うん、まあ、刀得意、まあ、得意武器にもよるんだけどね、まあ、虚空の鎖槍が、まあ、ちょっとアーカーシャーきついと思うんだけど、まあ、これはダメだなって思ったら、まあ、EX 工人とかでもいいと思うんで、まあ、こんな感じで適当に突っ込んでもいいし、うん、まあ、はい。ちょっと、
作っておくと幸せになるかもしれない。例えばだけど、まあアニラ採用してるんだったらバハムートスピアとかね、持っておくと多分楽になるんで、作っておくといいんじゃないかなと思ってます。はい、まあ何にせよ週末4凸の通常上限は結構欲しいかなと思うんで、はい、ぜひとも作ってみてくださいという話でございました。参考になれば幸いです。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。